シェアハウスで暮らす豆、豆芝さん。竹井さんの誕生日おめでとうございます。初スーパーチャットです。少ないですが、ランチなどに使ってくださいだって。あのー、ランチに俺は使えませんけど、あの、いろんなお店の救済とか、事業者の救済とかを今はまだずっとやってるので、その資金にさせていただきます。ありがとうございます。僕が人を助けることができる資金をに皆さんが協力してくれてるということなので、皆さんが 様々な人の事業だったりとか、生活を助けてくれると思って、スパーチャーを送ってくれたら嬉しいです。はい。次の日、ランニング中に聞いたりしています。一応女です。ずっと大好きです。だって一応とかいらない。好きな芸能人は竹裕層って答えてます。ありがとう。これからもう首かしげられるでしょ。だいたい竹裕層、えって言われるでしょ。うん。迷わず言って。何が悪いのよ。竹裕層何が悪いのよ。つって。<laughs> なんか悪くなっちゃうから、そしたら。 だけず一番好きだけどって言って、あま、特別枠としてぐらい言っとけ。ね。ん当は佐藤健。本当は佐藤健。本当は佐藤武って言ったら多分同意を得られるから。頑張って。私も人生楽しみます。同じだに生きれて嬉しいです。また来ます。おやすみなさい、ね。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。やべえ、スパチャまたどん飛んじゃってんな。俺これ結構飛ばしてんな。これ多分。来た。追いついた。